三浦織とは、1970年に、東京大学宇宙航空研究所の三浦光陵が、考案した折りたたみ方である。三浦は、吉村パターンなどに関する考察から、それを三角形が基調で片方に折れ曲がるテセレーション、檻から、四角形が基調で、秒部状に折れ曲がるテセレーション檻に、アレンジするなどして、宇宙機の太陽電池パネルなどに応用可能なりとして、 これを提案した。実際に、スフにより、宇宙で実験されている。身近なところでは携帯しやすさが求められる防災、観光用地図の畳み方などに使われている。三浦織の名は、ブリティッシュ織紙ソサイティで名付けられたものである。完全に畳まれた状態と平面との移行の途中の状態は、二重波型加点面という加天面である。織紙の科学のテーマとしては、 折り紙テセレーションや交代折り紙に関係する。2006年に新日本様式100線の一つに選ばれた。PCCP シェルロケットや飛行機の胴体のような薄肉の円筒を長さ方向に圧縮して潰すと外部身長有限変形で座屈する。そのような加点面の変形パターンを吉村パターンという。三浦光梁はこれの研究から三浦織を考案した。 また、三浦は、円筒構造を、普通の局面ではなく、平面に吉村パターンによる折りを入れた面で、構成することに利点があることに気づき、PCCP シェルを考案した。これも最初の雑屈の論文から約50年を経て、飲料管に応用され、広く身近になっている。三浦によれば、これらと同様の加点面が、植物の目や、昆虫の羽、根レオナルド・ダ・ヴィンチの、 モナリザにも見られる平面から仮点面への折り加工には、材料の伸縮を伴わず加工できる、という利点がある。三浦折に関係して、以下のような知的財産権が設定されている。暮らし物語、地図や飲料館、折り紙の技術を活かす、折り鶴から科学へ未来を羽ばたく、日本経済新聞長官2018年2月17日。 特別釣りに、K プラス1、吉村 K マル、遠柄の軸圧縮み力による、ザクツキコ東京大学理工学研究所、報告ボリューム5、ナンバー5、ピアニッシモ、179から198ネイド1100億113万6083、吉村パターンは、 第3ズ ABHTTP コロンスラッシュスラッシュ w w w i s n s j a c a j p スラッシュ isa sn e w s スラッシュノードット258スラッシュ s h o c h u html ハット http コロンスラッシュスラッシュ www.at h o m e dash a c a d e m y jp スラッシュアーカイブスラッシュマスマティックス フィジーク。えいれ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 いち HTML ハットミューラー。K. プロポジションオブスード。シリンドリカルコンケーブパリドレルシェルズアイセス。レポートボリューム三十四ナンバー九 ピアニッシモ141から163年度1100億110万 1617http コロンスラッシュスラッシュ ai rex.tksc.japsa.jp スラッシュ pl スラッシュドクタースラッシュ is2400708000 スラッシュ e n h a t m i ラ r a k プロポジションオブスードシリンドリカルコンケーブパリドレルシェルズイアスシンポジウムホールデッド プレーツプリズマティックストラクチャーズ。 ween,https, コロンスラッシュスラッシュ web.archive.org スラッシュ web スラッシュ20040414154438スラッシュ http コロンスラッシュスラッシュホムペドットマックドットコムスラッシュ k a m e n o s e i j i スラッシュ mountnotes スラッシュミラフォールド h t m l ト爆笑問題の日本の教養ファイル099 未知なる形との遭遇、ありがとうございます。